主砲を取り返しに1年越しの悲願達成、そして2015年、デスマッチイコール葛西潤は聞き飽きた。来年もクリスマスに防衛してデスマッチイコール武田正史にする。今年ここまで5度の防衛に成功、11月には見事最後の総合格闘技で一本勝利を挙げました。チャンピオンとしてベルトを背負い、フリーダムズを背負い、プロレスを背負い、大きくなって帰ってきました。有言実行までラストは2年連続葛西をクリアすれば、まさしくデスマッチイコールの存在へ。今その表情が見て取ります。エプロンサイド第4代王者6度目の防衛戦、武田正史。一旦ジャンピオンベルトがコミッションに返還されます。2015年フリーダムズのデスマッチのカリスマクレイジーモンキー、今チャンピオンの胸を一突き、中指を突き立てました葛西潤。この1年間このリングを引っ張ってきたのはこの俺だ。第4代王者6度目の防衛戦、2年連続葛西越えなるか、武田正史。青コーナー、そして赤コーナーにはガラスボードが設置されております。何か今葛西潤が言葉を発した。中指を突き立て合った両選手に一瞬笑みがありました。そしてニュートラルコーナーにも今回はガラスボードが設置されています。いつもよりも倍の数、4面まさに四面楚歌状態でガラスボードが設置されているこのデスマッチ。ゴングと同時に場内は大葛西コール、挑戦者を支持しています。さあ葛西さん、はい、始まりましたけども、はい、まずこのリングに入った時、佐々木隆と言葉を交わしました、はいはい、拳を合わせました、はい、あの時の気持ち教えてください。まあ武田正史がチャンピオンになって1年ですか、防衛し続けましたよね。その間源太郎がチャレンジして、進むがチャレンジして、で他に誰が行くんだってなった時に誰も行かなかったと、はい、うん、そういう時、その時にですね、この団体大丈夫かなと、結局は葛西潤が行かねえと誰も行かねえのかと、うん、まあ俺的にはね、こうなんていうんですか、団体を活性化させるために俺が俺がって、他の所属選手がね、そういう気持ちを持ってほしかったんですが、それがなかったと、うん、そういう、まあ、葛藤があった時にですね、まあ、高橋お前やる気あるのか、他の所属やる気あるのかとなった時に、まあ、新木場で高橋、引き元、俺っちで進めで、カミソリボードデスマッチをやった時に、まあ他の選手もね、ギラギラとしても目に見えたんで、うん、まあだったらこの俺っちがフリーダムズの看板を背負って、フリーダムズの選手が誰も取れなかった武田を倒してこのベルトを奪取してやろうと、まあ、フリーダムズの看板を背負ってね、武田正史のベルトに挑んだということで、そういう意味での佐々木隆との、はい、あの拳を突き合わせた、はい、そしてあのタオルを持ってリング中央で広げたと、はい、いうことだったんですね、はい、まあ、一時期はなんだこんな団体と、はい、ベルト取って外へ行ってやるというような発言もありました。葛西潤を持て余してるんじゃねえかこの団体はという発言もありました、はい、まあ、ただその中で葛西さん、はい、そういう言葉あったということは、あ、ちょっと待ってください、いきなりガラスクラッシュ、危ない危ない、これ今度は逆に行く、これご自身にも相当プレッシャーをかけてこの一戦は臨んだんじゃないですか。ああ、もちろんですね、
あと武田が総合格闘技帰りっていうのもねちょっと、はい、ベルトうちのベルトを巻いて総格に挑戦したと、その間2ヶ月でプロレスを休んだと、はい、まあ自分からしたら、ね、かなり面白くないんですそれは。まあベルトをね肩にかけて会場の隅から6周年興行を見ていたこともありますし、ここはフルどうだバックエコをかわしていく。あーここで危ない危ない、そいつ飛んできたーっと、おここはまだ割れずなんとか救われガラスのダメージもありますけど、自分的にはこの時は膝ですよね。ああそうですか。リプレイでご覧いただきましょう。いや最初にですね葛西さんが餌食になってしまったと、あそしてこの膝ですか、はい、まあ、総合格闘技帰りでよりあの2ヶ月間磨いたでしょうからね、はいはいはい、この膝もまずはチャンピオンがこのガラスボード有効に使っていったという状況になりました。まあ、そしてガラスの破片をリング中央にセットする。なんだなんだ何をするんだ。あそこに葛西潤の額を打ちつけてまいります。あもう早くも切れている。さあそしてあDDT の点強烈ですね。肉が削れますからね。このガラスのダメージというのは、はい、先ほど伺いました赤羽に入ります。どうだカウントは。カウントは2有事ですよ、はい、画鋲とかまたそれとは違うんですか、はい、蛍光灯なんかはねスパッと切れる、はい、切れる感じなんですけど、このガラスの破片っていうのはね肉が削れるんですよ。皮膚が切れるのではなくて、はい、もう肉が削れる、はい、ここも武田が葛西潤の額をガラスでえげつなくもう肉を削り取っていこうというそういう攻撃を見せてまいります。そして上から立ってこいと笑いながら立ち上がってまいりました葛西潤。足を止めたら張り手合戦、ヘッドバット固い音。そして今度は椅子です。両手に椅子、何を見せようというんでしょうか。マットと椅子のサンドイッチ状態。あーこの状況でここでカバーに入る。武田はカウントを迫る。カウントは2。これが強烈なんですよね。まだでも意識はこの時あるんですか、はい、あもちろんです、はい、ダメージの逃げ場がないですね。ないです、はい、いやそこ一気に仕掛けていく。ここはフロントチョーク、フロントネックロックに取ってまいります武田正史。11.22 ゼスト有明大会で最後の格闘技挑戦、なんと1ラウンド1分6秒腕ひしぎ十字固めで一本勝利を飾ってこのプロレスのリングに戻ってまいりました。いやーそのもう磨きたてのそういったサブミッションで葛西潤のそれこそ首を取ってしまおうという武田正史。いやしかし拳を握りながら葛西潤も立ち上がってきた。ならばと今度は絡みついていくんですが葛西さん通れないですね、はい、まだこの時は入ってない。もちろんです。あ食いしばりながらブレインバスター投げてまいります。それでも立ち上がってくる、立ち上がってくるラリアット、立ち上がってくる膝、そのまま反発入れずカバーに入る。カウントは2。葛西さん、はい、これ武田もしかしたら一回減量しました、はいはい、で上と戻すとは言っていたんですが、はい、もしかしたらスピードがまだこう切れたままかもしれませんね。そうですね、見ても分かる通りまだ完全に前みたいにはウェイトは戻ってないでしょうからね、ウエストなんかもかなり絞れてます、はいはい、そういう意味では一発のダメージという部分、はい、重みという部分ではどうだったんでしょうか。まあ、それでも以前とは変わらなかったですけどね。あそうですか、
ということはよりバージョンアップしてこのフリーダムズのリングに帰ってきた武田、その武田に対してラリアット3発目を相打ち、どうする、かわした正面からラリアット、まあこれは総合格闘技にない打撃技ですからね。そうですね、今度はチャンピオンが被弾しました。まあ、さっきもそうですけど、武田は、ね、総合格闘技にチャレンジする前はフロントチョークとかね、ああいう技は出さなかったんですけどね、はい、地味になんか戦法は変わってますね。まあ、ですから引き出しは増えてきてるということですよね。はいはい、もう武田の背中が血に染まっています。葛西の背中からも血が滲んでいる状況。さあ肩車の状態にしといて、これはコーナーに打ちつけていく。さらに右手を上げたラリアット、カバーに入ります。リング中央ガラスの上、カウントはカウントは2、カウントは2、カウントは2。葛西さん、はい、これでガラスは1回ずつ被弾したという状況になりました。はい、ここで早くもリバースタイガードライバーの体勢仕掛けていくのか、いや着地サイドキック正面から走る、ラリアットをかわした武田、どうする、得意のタックル受け止めた、体勢入れ替える、ここで再びダブルアームの体勢、これはスープレックス持ってまいりました。これ破片の上でやるから意味があるんですよ。そうですね、そう、もう一つ、このあたりは葛西さん冷静ですね。はい、これはもちろん、そしてここでリバースタイガードライバー、まずは得意技を見舞ってまいりました。カバーに入ります、カウンター2、右の肩を上げてまいります。チャンピオン武田、第4代王者、6度目の防衛戦。残り2枚あるガラスをどのように使おうというのは、はい、これ試合中にもう考えているんですか、攻めながら。まあ、攻めながらは考えてますね。その中で今はこれ腕さそりですかね。はい、でもこういう老獪な戦法に行かないと、まあ、武田だったらまだ若いですからね。そうですね、正面からガンガン行ってたら勝ち目はないんで、武田雅史はまだ30歳です。しかしその中で逆に今度は足を取ってのアンクルホールド、ポジショニング中央、そうすると火災コール、エンズ切りもかわされる、バックを取った、あ、ハーフネルソンスープレックス、立ち上がってまいります、ラリアット。これ葛西さんダメージあったと思うんですけども、はい、今の投げも、はい、まあここは気力ですよね、意地ですよね、それしかないですよね。まだリング上ではガラスボードが光を反射させています、鈍い光を放っている。その中まずは椅子攻撃、葛